はい、マノチです。よろしくお願いします。ペナントルーキーズ2017やっていこう。やっていこう。ライド変わらずです。いいんだ。なんかすげえリズム悪かったけどいいんだ。今日は中日戦だ。頑張っていこう。今日、リクエスト多かった柳くんですね。いきましょう。はーい。今日岡崎くんを、守備につかせて出したいなと思います。どうせスタメンだったらね。ということで、まあ、源田くん DH になっちゃうんだよな。なっちゃうんだよな。どうしてもなっちゃうんだよ。そればっかりしゃねえわ。石井くん2番ですね。この石井くん2番はね、なんかもう硬いかなと思ってます。やたらと成績を残してくれる。あ、今日宗通くんいきます。これで多分野手全員スタメン一度は張ったということになるんじゃないですかね。こんな感じでいいかな。こんな感じでいきます。はい、こんな感じで。ユニフォーム、これ見たい。区別つくよね。どうだろう。ここら辺よりはこっちの方がつくよな多分。これよし、頑張ろう。そういえば、横田くん、まあおめでとうございますいいのかな。なんちょっと言葉わかんないですけど、まあコメントで、まあ一安心しましたとコメントがあって、そうだね、その通りだね。ルーキーの先発はルーキーの柳。よし、頑張ろう。ドラゴンズの先発は、さあ注目の立ち上がり、トップバッターは藤井。ブレイボー投げた、打ちました、フラフラッと上がった。ちょっと待って、打順見ていいかい。向こうの取りました。これでワンアウト、ランナーありません。バッターは2番アレク。なんで出てないんですかね、大島選手は。平田さんって今こんな感じなんだね、能力ね。ミート F まで落ちてるんだ。第4球頑張ろう。ストライク、空振り三振。右バッターボックスは3番ビシエド。投げた。いや、いいよなピッチ。見逃し三振。柳町1回の裏、ルーキー攻撃に入ります。先頭バッターは DH の源田、打ちました、三遊間のゴロ。これセーフなるよ。一塁送球、よし、もう走るんだ、即走るんだ。やられた。気にするな。投げた、打ちました、宇宙間へのフライですが、オッケーオッケーオッケー。ナイバッチナイバッチ。いや、なんかあれですね、もう打つね石井くんね。投げた、打った、セカンドの左、ボールを掴んだ、セカンドフォースアウト。しょうがない。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。もう一度フルスイング。第5球投げました。よー、素晴らしい。素晴らしい。いや、ちょっとルーキーズ強くない。宇宙間スタンドに突き刺さった。あのね、30年後のやつで、生放送のやつね、斉藤佑樹監督でやってるせいかね、バッターは5番鈴木、攻撃のやりやすさが半端ないよね。第4球を投げました。得意のストレート、空振り三振。1回が終了、2回の表、これからドラゴンズの攻撃に入ります。先頭バッターはゲレーロ、打ちました、ピッチャー返し。岡崎取った、ショートから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。打ちました、いい当たり、大丈夫だよ。打球掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは指名打者高橋、投げました、打った、1、2塁間のゴロ、抜けた。あ、惜しいな。ボールは中継、高橋ナイスバッティングです。バッターリュウキリット、ボール球いきますか。投球はこれから3球目、打ちました、引っ掛けた、ふわふわっと上がった、サード落下点、掴んで、これで3アウトになります。
そういやコメントでさ、後で読むわ。後で読むわ。あのハイライト中とかに。第5球投げました。打った。フラフラッと上がった。とりあえず2点では終わりたくない。やっぱ追加点というものを取っていきたいですね。石が投げました。見逃し三振。右バッターボックスの8番宗津がプロ入り初打席を迎えます。お。プロ入り初打席初ホームランでございます。素晴らしい。レフトスタンドへ吸い込まれて、バッチツーシームを完璧に捉えました。今チームバッターは9番。これさやらないけど投げた変化球外れた。フォアボール。バッターはトップに帰って源田。今日早くも2回目のバッターボックス。投げた。あっとセーフティーバントだ。ボールを取るピッチャーから一塁送球。よっしゃい。記録はヒット。さあチャンスを広げました。全試合監督プレーでやったらそこそこの順位いくぞ。これきっと投球はこれから3球目。打った。破った。打ちて。打ちて。ルーキー直もず。さあはまれ。第3球を投げた。打ちました。1、2塁歓迎。うまい。しょうがない。おお取ってアウト。スリーアウトチェンジ。いやまあ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 追加点ですよ。3回の表3点を追いかけます。ドラゴンズの攻撃。先頭バッターは伊良。打ちました。ショートバウンド一塁へ送る。岡崎軽快な守備を見せました。これでワンアウトランナーはありません。投げた。打ちました。アップと引っ掛けた。佐野ボールを取る。完璧ね。これでツーアウトランナーありません。投げた。見逃しの三振。素晴らしいね。最後は見逃し三振に仕留めました。チェ。3回の裏ルーキー攻撃に入ります。トップバッターは森山。今日2打点を挙げています。打った。これは強烈。どうした。どうした。めっちゃ強いじゃん。2打席連発。ツーシームを完璧に捉えました。素晴らしい。バッターは5番鈴木。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。なんか俺がなんかやってんじゃねえかと思うぐらい強いな。石井の掴んだ。惜しいな。これでワンアウトランナーありません。第4球は直球、見送ってフォアボール。ストレートのフォアボールを与えます。投げました。流し打ち。うわー抜けないか。2塁フォースアウト。これでツーアウトランナーは1塁変わりません。右バッターボックスには宗津。第2球ランナースタート。キャッチャー2塁送球間に合うか。どんまい。3アウトチェンジ。盗塁は失敗に終わった。ゲームは中盤4回に入ります。先頭バッターは荒木。今日の第1打席はスイングアウト。打った。内野ゴロ。糸原ボールを掴んだ。アウト。これでワンアウト。バッターは3番ビシエド。投げました。打った。いい当たりだ。いったか。いや大丈夫。入んない入んない。レフト下がった。ビシエド守備上手。バッターは4番ゲレーロ。最初のバッターボックスはショートゴロに顔外れた。フォアボール。いやもう迷うな。使え。勝負に出ました。さあ今度は5球目。打ちました。1、2塁歓迎の当たり。柳取って。これね使われそうだな。さあここで勝負に出ました。投げました。インコースのボール左へクリーンヒット。打球が転がっている。しょうがない。レフトからセカンドへ。ドラゴンズようやく。うち4点しか取ってないのかい。なんか気持ち的にはもっといっぱい取ってるテンションでいたよ。おーっとこういう感じの試合になるのかい。いいよ。そうじゃないと面白くないもんね。そうじゃないと面白くないもん。さあツーアウトランナー二塁という場面で伊良。最初のバッターボックスインコース引っ張った。クリーンヒット。ボールが簡単に追いつかれたな。ボールは中継。ルーキー追いつかれました。4対4。さあツーアウトランナー2塁という場面で松井。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れ外角見送ってフォアボール。柳ストレートのフォアボールを与えます。第3球は打ちました。よし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 。ファーストこれは守備範囲内。オッケー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 。4回の表が終わった。さあ点の取り合いをしましょう。この回のトップバッターは宗次。流し打ち。どうだ。ビシエド。オッケー。ノーアウトで第2球投げました。ここは送りバント。ピッチャー正面に転がった。
いいよいいよいいよ。スコアリングポジションにランナーを進めました。さあ集中してこの対戦に挑みます。打ちました。打球はセカンド。まあ進塁させましたよ。ルーキーなおもチャンスが続いています。今日2本のヒットを放っている石井。くっそー、なんか石井くんはね、なんか今の流れから言ってもなんか何やってもハマるのかなって気してるんだよな。ドラゴンズこの回は2番からの、このイニング大事ですね。しっかり抑えましょう。今日は三振とサードゴロ、投げた、見送ってフォアボール、ストレートのフォアボール。バッターは3番ビシエド、頑張れ。今日3打席、あ、盗塁だ。そっか、考えてなかった。盗塁を許します。荒木今シーズン第3球を投げた、流し打ち、佐野取った、うまい。柳取ってアウト。ルーキーなおもピンチが続きます。内角行こうか。さあ6球目投げた、内角低め、はい、見逃し三振。ゼロに抑えてくれ、頼む。第4球は打った、よし、お疲れ様。ピッチャー落下点に入りました。取りました。これで3アウト。柳ワンアウト。さあ1点取るぞ。今回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番佐野、今日はセカンドゴロと。アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。投げた、打ちました、サード右横の。なんかあれですね、互いに点が止まりそうだね。噛みました。乱打戦になっても面白かったんだよね。バッターは5番鈴木、今日は三振。打った、ショート右へのゴロ、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。ピッチャーどうすっかな。バッターは代打大島。切り替わりまして、黒木くん、ルーキーピッチャーを交代。うわー厳しいね、やだね。ボールは中継、あ、よかった、二塁で止まってくれてよかった。ルーキーピンチを迎えます。右バッターボックスは7番どの上。ルーキー一打負け越しのピンチを迎えています。投げました、あーっとショーフライになった、掴んだ、一塁へ送る。石井取ってアウト、ランナー三塁に進みました。絶対点やらない。今日もピンチが続きます。やられたー。結構余裕だなって展開だったんだけどな。全然入んねえ。ストレートのフォアボールを与えます。打順は1番に帰って藤井、次は5球目投げました、打ちました。平田一気にホームへ、ホームイン。ドラゴン厳しい、さらに1点追加、6対4。バッターは2番荒木、通算300ギラまであと9本としています。これが4度目のバッターボックス、膝元外れてフォアボール、これで満塁です。厳しいな。バッターは3番ビシエド、今日はここまで3打数1安打1三振。キャッチャー F 関係してっかな。いやただまあ今日はね、よっぽどのことない限り宗次くんで通したいから。さあ試合の行方を左右する場面、行ってこい、勝負に出ます。さあ4球目打ちました、黒木ホーム、よし、ホームアウト、一塁バトル、よし、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。2点か。6回の裏ルーキー攻撃に入ります。先頭バッターは岡崎、今日はピッチャーフライト、フォアボール投げました、打ったい当たりだ、抜けてくれ、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7。さあ試合の行方を、これ掴む、ここで勝負に出ます。投げました、低めのボール引っ掛けた、これは内野フライ、サード落下点に入りました、掴みました。あー、やだね、もう完全流れが向こうだね、どうにかせんとね。バッターボックス投げました、打った、荒木掴んだ、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。東京ドームから厳しい。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。トップバッターはゲレール、ルーキーピッチャー交代、とりあえず3人で終わらすこと。さあ時は5球目、これは引っ掛けだ、フラフラ、3人で終わらせればまだなんか流れが傾くんじゃないか。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番福田、今日はここまで3打、打った、レフトへの浅いフライになった、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。もう1丁高め、 DH の大島、通算1000本安打打ちました、1、2塁、アウト、3アウトチェンジ。梅の3人でピシャリ当選、王の交番、右7回の裏、ルーキーラッキーセブンの攻撃に入ります。
先頭バッターは糸原、抜けないか抜けないか、ビシエド自分でベースを踏んでアウト、打順はトップに帰って源田、今日はここ打ちました、どの上ボールを掴んだ、一塁送球アウト、これで2アウト、ランナーありません、まずい、バッターは2番石井、今日はここまで3打数2安打打ちました、まずい、二塁間の打球、一塁へ送る、流れを持ってくる術がわからん、ルーキーどうすか、8回の表これからドラゴンズの攻撃に入ります、バッターは龍のユーティリティ、打ちました、これは内野へのフライダー、ピッチャー落下点、取りました、誰と出すか、これでワンアウト、ランナーはありません、バッターは8番平田、第3球を打った、1、2塁間のゴロ、石井取った、一塁送球アウト、これで2アウト、ランナーありません、バッターは9番ボール、フォアボール、フォアボールが多い、バッターはトップに帰って藤井、今日はここまで4打数1安打、よし、お疲れ、8回の表が終わって代打出しましょうか、三つ間降板、左の岡田、ルーキー、この回はクリーンアップからの攻撃になります、トップバッターは久保、ここは俺の勘ですね、吉川くんで。ピンチヒッター吉川。さあ5球目。三振。左バッターボックスは4番森山。今日3打点を挙げています。空振り三振。2者連続三振になりました。指示はまっても三振しちゃうところがもう流れがないんだよこのこっちが。結局外れてフォアボール。よし。左対左の勝負になります。はまってくれ、頼む、はまれ、3球を投げた、打ちました、抜けろ、うわー、抜けない、まずい、まずい、一発勝負にかけるか、さあここは守備を変えてくるようです、どうしようかな、ルーキーピッチャーを変えて、次は5球目、外れてフォアボール、フォアボールでノーアウトのランナーを出しました、ドランカイスタート、投球ボール、タッチはオッケー、盗塁を刺した、さあ5球目、打ちました、ピッチャー真正面、京山ボールを取る、一塁よし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 、これでツーアウト、ランナーありません、バッターは4番ゲレール、今日5度目のバッターボックス、打った、石井掴んだ、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ、9回の表が終わって、岡田降板、そして最後は守護神の田島、9回の裏2点を追いかけます、ルーキー攻撃に入ります、この回の先頭バッターは石垣、ルーキー、一人でもランナーが出てから一発勝負行くべきか、いきなり使ってまず出塁しちゃうべきかだよな、追いかけなきゃいけないのが2点だから一人でもランナーが出た時点で使えますか、それでいきましょうか、打てるぞ、打ってこい、第3球を投げた、これは引っ掛けた、田島ボールを掴んだ、一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません、バッターは8番宗次、今日はさあここで監督ここで使ってくるのか、第4球を投げた、打った、流し打ち、ファースト左へのゴロ、ビシエドそのままベースを、いやまあしょうがない、つけましょう、とりあえず出ましょう、ルイに、さあここで監督は出てこい、投げた、打った、痛烈な当たり、出れない、いやーね、なんだろうな、すごい余裕の展開かなと思ったんだけどな、うち強え、うち強えって言ってたんだけどな、調子乗りすぎたな、本日のヒーローは田島、無失点の好投を見せました、本当に今日は大活躍でした、田島さんがヒーローなんですね、いやー嫌だっす、嫌だっすね、負け方がね、気分悪いですね、これは、コメント読んでいきます、間の内的にはルーキーズとラストイニングが題名を変えなくていいから相当楽だと思う、本当それはありますよ、考えることの放棄だよね
すごく楽ですね。ちょっと待ってよ。結構あれですね、例えば山本投手を先発でお願いしますだとかコメントとか、リリーフ適正ついちゃってたらね、俺がちょっとリリーフ優先させちゃってる感じなんだよね。ただまあ、答えれるかどうかは分かんないですけど、しつこく言ってくれればって感じですね。答えれるかどうかちょっと分かんないです。リリーフ適性ついてるピッチャーが結構貴重なんだよね。そこをリリーフで使いたい、使わなきゃしんどいというか。京山くんとかもそうですね、今日リリーフで出したけど。あ、阪神に移籍したメンディー今日登板ですよ。9月3日についてるコメントですね。そうなんだ、早いね、あっちゅう間に登板だね。どうなってるのかな、どうなったかな。もうこの動画がアップされる頃には結果出てると思いますけど、やられましたね。うちの得点の失速っぷりやばくない？途中からヒットすら打ててないっていうね。いやまあ切り替えましょう、切り替えましょう。はーい、明日はどこかな？明日はヤクルト戦ですね。よし、そんじゃ、終わりますか。残念。終わり。バイバイ。